これは特別純米室カ生酒です本当に今だけですそしてこれはあのチルドビン限定ですははもうあのいかなる時でも冷やしといてくれって一<あ>回買った後に持ち運びする時も、ええ、絶対保冷剤と一緒にっていう注意書きがあるぐらい<う>ものすごいあの温度管理に難しい,、はい、難しいで一回開けたらだんだん味が変わっていくっていうのも、ええ、この室伽生 酒のこれはいい風にも変わっていくんです、ね。もちろんもちろんだから保存状態でねお次します。ほうまたこの今日はそうあの坂月アナタはい、えー、赤ということで六十歳おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。まあ恐縮です。えー、ちゃんちゃんこじゃなくて <laughs> 赤いおちょこおちょこすでにね。<laughs> 幸せな香りやろいい香りが、はい、なんだろうもうすでに香りでうん、うん、いいムードになれますねはいいただきます召し上がれうまいあのね、うん、もうもうとやかく言いません、うん、うまい <laughs> でしょはいうまいですろ過してない加熱してない水も入れてない <laughs> この三大ないです もう今だけですでこれ麹米って言ってあの最初の大元になるやつお米半分削ってんのよ50パーうんうんうんすごく贅いな特別純米ですいえと銀の里っと、うん、山田錦のね親戚みたいなやつ、うん、ほんで徳島 LED 夢工房っていうあのこれもまた徳島のザ、うん徳島うまいだろほんま味わい深いよなあのね本当にね ちょうどその人生の一つの節目としてねはいいろんなことを考えながらこう贅沢な気分で飲ませていただいて今私本当最高の気分ですねあ本当？すべてこれは手作業で作ってるからショーロットやしもう見たら絶対買わんかったらあかんよみんな手に入れてくださいそんでからうんあらら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 あらあらああ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 あいああ 60歳おめでとう 六十でございます。マスター。これからも長生きしてね。え、そうですね。え、おじいちゃんね。え、おじいちゃん。言われたくない。いやいやあの別にじいちゃんだろうがあのお坊さんとか言われてますけどで全然大丈夫なんですけど昔の感覚とは変わりましたね。それはそうだな。ですからまあ自分がちっちゃい頃にその六十って考えたときにうわあって思ったけど今自分がこう六十になって私まだまだ動けるしまだ気力は多分イメージは。 違うし人間自身も多分ちょっとずつ進化しとんじゃないの、うん、これこのまたねお祝いのケーキとこの嫌、うんはいは合うんじゃないですかね合うかなまあ、フルーティーでね、うん、飲みやすくて、うん、あの女の人にも向いとんので、うん、これを食べるためには、うん、あの、うん まずっってやってやくれなあかんけどああそうですすか後後にする、うん、後にるしてこのね、えー、っと特別順番集「きらい」青でございますか。こちらオンラインショップ「えー、銀の里」はいはい。ここと、えー 販売してるんですけどこれ以外にもここのおお酒を販売しているお店がありますれはもう直接行っていただけるお店なんで徳島市川内町の酒ハウス森本、うん、徳島市八幡町の大阪屋、うん、それから徳島市両国本町の徳島酒商店、うんはい、ここで扱っておりますので、えー、インターネットショップであのちょっと厳しいという方は直接お店の方でも買えますから見つけたら買うという。絶対買った方がいいい本当に今しか飲めない お酒です<ー>すぐなくなると思う人生の節目うんぬんよりもとにかく飲んでくださいこれはうまいうまいです本当にびっくり、うんうん、こだわりがよくわかるそうやねナオミの夢ラジオ金曜夜11時30分からの番組もどうぞお聴きくださいチャンネル登録もよろしくね